八王子、青梅は、東日本旅客鉄道中央本線の東京駅、新宿駅八王子駅、青梅線青梅駅の間を運行する特急列車である。朝と夕方の通勤時間帯に運行される通勤特急である。それぞれ八王子駅発着列車を、八王子、青梅駅発着列車を、青梅と称する。この項目では、2019年3月15日まで、 平日に運転されていたホームライナーの中央ライナーと大梅ライナーの遠隔についても記述する。いずれも2019年3月15日まで運行されていた通勤ライナーの中央ライナーと大梅ライナーを特急化した列車で2019年3月18日に運転を開始した。特急への格上げに伴い全車指定席となり、料金もライナー料金から 指定席特急料金に変更になった。また駅ネットチケットレスサービスによる事前予約も可能となった。中央ライナー2号ライナー兼定期列車としては朝に上り、八王子2本と大梅1本が夜に下り、八王子5本と大梅2本が運転される。いずれの列車も通勤需要に特化した特急列車のため平日のみ運転されている。なお、大梅は 奥多摩方面への観光シーズンが見込まれる時期や、大梅マラソンが開催される日には、臨時の小梅が運転されることがある。定期列車では、松本車両センターに所属している E353 系電車が使用されている。中央ライナー、大梅ライナーとして運転されていた2002年7月1日から2019年3月15日までは E257 系電車の給料編成。 または11行編成で運用されていた。2008年3月15日から2018年3月16日までは、松本車両センターに所属していた E351、軽電車も運用されていた。1991年3月16日から2008年3月14日までは、幕張車両センターに所属していた183、軽電車が使用されていた。 中央ライナー、大梅ライナーで運転されていた頃は、他のライナー列車と異なり、号車番号のほか座席番号まで指定されていた。大梅ライナーに関するカテゴリー、ありがとうございます。